全日本選手権2位の青木美和さん、運動方向綺麗ですね。遠心力と釣り合ってからいい滑り、前半のライトカットが非常にいいですね。このセットの時に運動方向もう少し早めにセッティングして、ここですね。先生とか田中先生、僕長い田中先生、今 どっかまだ大学いるんですか、はい、これはカービング系統のショートターンのシステムの多分練習ですね。スキーを回転速攻に押して腰の前まで回し込む、返しますね。僕ちょっと合ってるかもしれない。こあのも前は光景さんって言ったんですけど、はい、今はポケコンサルト、はい、飯田さん、はい、飯田歩美って言うんですけど、お、いいよ。画面がちょっと暗くてよく見えないけど、おお、いいね。やべ、見失っちゃった。もう少し軸線を長く保ってくると、うん、綺麗ですけどね。内径角度は深い。もう少し実践のトレーニングや、お、ちょっとカービングっぽくなってきました。やってんのにそういうこと言っちゃダメでしょ。何やってんのこれ。みんな関節の向きと、うん、あ、少し反発で抑えない雪削る、ね、ストックちょっとついた方がいいですね。うまい。うん。真ん中にいます。うん、見てるよ。大丈夫。撮ってる。遠心力とこう釣り合うときに少し進行方向にこう出ていくようにして、中、ここから中身も見ると短く見えちゃうんですね。ここが長いですよね。ここが、ここが移動してさっきの佐藤秀みたいな滑りだね。おお、まあ、生徒の方がうまいじゃん。嘘、それはない。でもうまいね。やっぱみんなこの系統だね。時代は。まあ、運動方向を確認したかったって言ってましたね。
はい、歩み。後半に圧力持ってこないように。ふんふん。持ち上げられるな。持ち上げない。押さえつけて。もう少し速報に向かってスキー離してって、したら鋭く返ってくるんで、腰持ち上げられないように。ちょっと方向決めてからの荷重になるんで、スキー離していくときにもう力かけて投げたの。膝の返しの練習かな。本前だ。子が深く。よ、ナイスラン。うん、素晴らしい。スキーちょっと出していくときにね、ほらお釣りもらうよこれね。出していくときにもう少し削って圧力出していくと早くやめられるってことね。俺さプラス10も混乱しちゃうんだよね。お、うまいよ、チーズさん。なんで技術戦